株式会社ヤマゼン2024年3月期3クォーターのですね、フォローアップのスモールミーティングにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日の、ご登壇者をご紹介させていただきます。ただいま画面に映られておられますのが、取締役、常務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、経営管理本部長、山添正道様でございます。山添 CFO よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではスライドに沿ってご説明してまいります。ご提示お願いします。本日は、当社の事業概要とビジネスモデル、第3四半期決算概要及び今期業績予想について、また中期経営計画のポイント、株主還元資本政策についてお話をさせていただきたいと思います。3ページをお願いします。まず、当社の事業概要、ビジネスモデルをご説明いたします。4ページをお願いします。当社は今期で第78期となります。こちら創業者の山本武夫でございます。戦後の焼け野原であった大阪において、1947年に、工具や生活普及品の販売を目的として、こちら創業者である山本武夫によって創立されました。創業者は、商魂たくましく、工具や工作機械業界を切り開いた大元社であります。ご存知の方もいらっしゃるかどうか、ちょっとかなり古いんですけれども、1973年から77年にかけて、関西テレビで全国放送されたドテライアス、西郷輝彦さんが主演で大人気を博したテレビドラマです。その主人公のモデルがこの山本武夫でございます。ドテライとは、奇襲弁ですごいという意味らしいんですが、弊社が全国各地で開催しております、機械工具などの展示即売会、ドテライ1の名称の由来となっております。弊社の経営理念は、この創業者の精神を表したもので、これらは現在も、社員が DNA として受け継いでおります。5ページをお願いします。まず、当社のビジネスモデルを簡潔にご説明いたします。当社は、生産財と消費財という2つの、領域で事業を行っております。生産財分野には、ものづくりに必要な工作機械、等を扱う機械事業と、そのものづくりの現場を支える生産ライン周辺機器などを扱う産業ソリューション事業及びツール&エンジニアリング事業があり、これは国内外で展開をしております。一方、消費財は、ナショナルブランドの住宅資材機器を、地域の工務店やデベロッパー向けに卸す B2B 事業の住建事業と、プライベートブランド商品を約 60% 揃えて、一般ユーザー向けに販売する家庭機事業がありまして、合計5つの事業部から成り立っております。売上構成は、生産材事業が約 64%、消費財事業が約 35% となります。6ページをお願いします。次に、当社のビジネスモデルの源流と、競争優位性をご説明いたします。当社には70年以上培ってきた、数多くの継続仕入れ先、販売先との強固な関係がありまして、それぞれで蘇生する独自の会合、組織等を設け、強い関係を維持しております。その結果、お取引先様からご信頼いただきまして、この当業界におきましては、高いプレゼンスを確立しているものと自負しております。まだ早くから海外に進出して、各国に拠点を有しておりまして、長い歴史で築いた国内外にまたがる当社独自のネットワークは、一朝一夕では、確立することのできない、当社の強みであると考えております。また設備投資の投下資本、これが極めて少なく、時代に応じて商品カテゴリー等の変更や拡大も可能であり、時流に即してフレキシブルに対応できる、体制となっております。さらに受注を織り込んだ仕入れプロセス、これを徹底しますため、リスクを最小限に抑えることが可能となっております。
創業者の DNA を引き継ぐ営業担当者が、情報力と取引先に対する比較提案力を日々向上させて、流通過程における強固な信頼関係を維持、拡大しております。7ページをお願いします。こちらの各事業をですね、概要とビジネスモデルの強みを示したものとなります。機械事業では、主に工作機械を取り扱い、これは在庫を持たず、資本収益性が極めて高い卸売ビジネス。これと、ユーザー直販で、高利益率のエンジニアリングビジネス、これを有しております。産業ソリューション事業では、生産現場の自動化、省人化、脱炭素化へなどで対応する、マテハン、メカトロ、環境機器等、またツール&エンジニアリング事業では、切削雇用測定工具等に、工作機械周辺商品を取り扱っておりまして、それぞれの専門の領域におきまして、ユーザーの潜在ニーズの取り起こしと、ソリューション提案、即時納品に向けた在庫コントロール、これらが強みとなっております。海外におきましては、ユーザーさんへの直販体制を構築し、設計、販売、据え付け、そしてテスト、アフターサービス、メンテナンスまでを、ワンストップで行うエンジニアリングビジネス。これが主となっておりますため、国内卸売ビジネスよりも高い利益率を維持しております。重建事業は、卸売ビジネスが主となり、全国の配送拠点からの即納体制に、在庫極力持たず、資本収益性が極めて高いモデルとなります。定期事業では、卸売とともに、ファブレスメーカーとしての機能を持ち、プライベートブランド商品の売上が約 60% を占め、これ高い利益率を確保しております。8ページをお願いします。先ほどもご説明しました通り、当社取引先との信頼関係を基盤に、安定した収益を創出する卸売と、ユーザーに直接販売するために、比較的高利益率でありますエンジニアリング。またアセットライトでスピード感のある開発が可能なファブレスメーカー。この3つのビジネスモデルを持っております。これ創業時よりのビジネスモデルの変遷をですね、時系列的に図式したものがこのイメージ図となっております。でまずは収益基盤となる卸売ビジネスについてですが、当社は工具の卸売業を創業とし、取扱い商品の拡充とともに、販路を拡大して、商品の領域を広げ、数多くの取引先と継続取引を行ってきました。現在、商材別に、5事業部でこの卸売を展開しております。そして、この卸売ビジネスにオンする形で、先ほど申し上げましたエンジニアリングビジネス、バブルスメーカービジネスを展開してまいりました。エンジニアリングビジネスは、もう少し説明しますと、当社が主に海外の生産材料を中心に、業界に先駆けて取り組んできた領域で、複数の国、地域における、現地密着の販売体制と、高度なエンジニアリング機能を有しております。これは、ヤマゼンの成長ドライバーと位置づけまして、今後、国内においても、これをより一層注力していく領域となっております。そして、ファブレスメーカービジネスは、また、家庭機事業において、もともと、ホームセンター様向けに、寝頃感のある商品を提案したことから始まりまして、今ではこれが連結売上高の1割程度を占めるビジネスとなりました。扇風機等、日本国内で、ナンバーワンのシェアを持つ商品が多数あります。以上のように、生産材や消費材における、数多くの取引先との継続的な取引による、ストック的で安定したキャッシュフローを生む、この卸売ビジネスという、まずは収益基盤がありまして、それに、アドオンする形で、国内外のエンジニアリングや消費材のファブレスメーカービジネスを展開し、そしてその一部がですね、また継続的なストックビジネスとして積み上がる、こういった収益モデルとなっております。9ページ、お願いします。こちらは当社の全体的な業績の推移です。様々な外部環境の変化の中、先ほど
ご説明しました通り、まあ、底堅いビジネスモデルで、まあ、売上と営業利益を拡大してまいりました。特にリーマンショックとかコロナ禍の際もですね、まあ、売上こそ落としましたが、利益は確保してまいりました。まあ、長い目で見ると凸凹はありますが、長期的には業用は右肩上がりの推移でございます。ちょっと今期はですね、国内における設備投資の回復の遅れによる生産材事業売上の影響と、まあ、諸事の要因によりましてですね、減収減益の計画としております。まあ、詳しくは以降のスライドでご説明をさせていただきます。10ページをお願いします。続きまして、2024年3月期第3四半期決算概要についてご説明いたします。はい、次お願いします。まず、連結損益の実績ですが、国内外の設備投資動向が鈍化したことにより、売上高は前年同期比マイナス 4% の減収となりました。売上総利益は減収の影響によりマイナス 4.1% の減益となり、基幹システム投資として、まあ、SAP と導入等に伴う減価償却費の増加、並びに人的資本への投資としての人件費の増加等によりまして、営業利益は前年同期マイナス 37.9% の減益となっております。まあ、売上各段階の利益とも、まあ、通期計画の、大体、第3四半期相当分にある 75% 程度の、まあ、進捗となっております。12ページお願いします。こちらの四半期ごとの売上推移を示しております。次お願いします。続きまして、事業部別の売上高でございます。まあ、ご覧の通り、生産材セグメントが2413億3100万円。消費材セグメントが1327億2100万円となりました。14ページお願いします。続きまして、事業別の売上高構成比の前期比較となります。海外生産材の売上構成比が対前年同月比で2.0 ポイントマイナスの 15.9% となっております。15ページをお願いします。事業別の概要についてご説明いたします。国内の生産材事業では、小崎海斗の売上が、半導体産業や自動車産業において、新たな投資への活発な動きはまだ見られず、全体として厳しい結果となりましたが、都市部の再開発とか公共インフラ更新需要、並びに自動化、省人化ニーズの高まりから、インフラ関連機器等の販売は好調に推移しています。海外生産材事業では、北米支社ではですね、医療、航空産業向け、部品加工ユーザーへの工作機械の売り上げが好調だったことと、メキシコにおける、他地域からの生産拠点移設への対応によりまして、好調に推移しました。ただ、台湾、中国支社、いわゆる中華圏では非常に厳しい結果となりました。また、ASEAN 支社では、国によっていろいろばらつきがありましたが、インドネシアとインドは堅調に推移しております。はい、16ページをお願いします。こちらの生産材関連セグメントの四半期ごとの売上高推移を、国内と海外に分けてしましたものです。17ページをお願いします。次に消費財関連事業についてご説明いたします。住建事業においては、新築住宅着工件数の減で、需要が停滞する中、光熱費が高騰しております、その消費者の節約志向に対応しました、高付加価値商材、これを提案することによって、太陽光発電及び蓄電池等の販売がですね、非常に堅調に推移しました。また、中小企業のカーボンニュートラル対応に向けて、環境商材と施工をセットにした設備改修提案を行いまして、中でも自家消費型の太陽光発電と蓄電池のセット提案を積極的に展開したことが、業績に寄与いたしました。家庭系事業におきましては、いわゆる巣ごもり需要が一巡しまして、原材料や電気、ガス価格の高騰、円安の影響による商品やサービスの値上げ等の影響もありまして、特に耐久消費財への購買意欲が冷え込みを見せ、
またこの暖冬による暖房関連商品の販売不振がございました。ただ調理家電、AV 家電、水回り関連商品等の販売がまずまず堅調に推移したため、まずほぼ前年同期並みの売上となっております。はい、18ページお願いします。こちらの消費財関連セグメントの四半期ごとの売上高推移を住建事業と家庭事業に分けて示したものでございます。で、次お願いします。次に営業利益の減少要因です。売上総利益につきましては、生産財関連事業の売上マイナス、これが影響し、合計で23億7600万円の減益となりました。販管費につきましては、IT 投資に関連する減価償却や、支払い手数料等が、増加したことによりまして、合計で22億1900万円の増加となりました。以上の結果、営業利益が75億4100万円となっております。20ページお待ち。続きまして、連結総資産の状況です。2023年12月末時点での総資産ですが、2023年3月末から23億円減少し、2865億円となりました。純資産は、利益剰余金の増加、それと円安による為替換算調整勘定の増加等によりまして、40億円増加し、1277億円となりました。その結果、自己資本比率が 42.6% から 44.2%、1.6 ポイント向上いたしました。また、経営指標であります ROE につきましては、今期の修正目標 5.3% に対し、第3四半期時点で 4.1%。ビジネス勘定のブレの影響を排除した、ちょっと独自指標になりますが、基礎的営業キャッシュフロー、こちらは今期目標の110億円に対し、79億円という進捗であります。その他の指標につきましてはご覧の通りでございます。21ページをお願いします。続きまして、2024年3月期通期業績計画についてご説明いたします。次お願いします。2024年3月期の通期業績計画は、2023年5月時点で、成長投資の加速による減価償却等を見込み、増収減益計画としておりました。その後、国内市場における設備投資の回復が遅れを見せ始め、で海外市場でも、特に中国の景気の浮揚が弱く、設備投資に対する慎重姿勢が継続する見込みであることから、2023年9月に下方に修正いたしました。23ページをお願いします。こちら修正後の通期業績計画の事業別の内訳を示したスライドとなります。24ページをお願いします。続きまして、2024年3月期のセグメント別の通期業績計画についてご説明いたします。厳しい外部環境が続く中ではありますが、各事業部にてより専門性を強化し、自動化、省人化や脱炭素化等の生産現場のニーズに対し、ソリューション提案に注力して、半導体、物流、産品業界等の新たな領域のアプローチも取り組んでまいります。この他海外では、ターゲットの地理的拡大と再編、ボーダレスな営業活動を強化してまいります。このような取り組みにより、国内合計で2500億円、海外合計で780億円、生産財合計で3280億円を目指します。次、お願いします。消費財事業の2024年3月期の通期業績計画でございます。住建事業は引き続き、高付加価値商品の提案業を強化し、新エネルギー機器の拡販や非住宅分野における設備改修案件への対応を強化することで、売上高690億円を目指します。家庭機事業は消費者ニーズを捉えたプライベートブランドの新商品開発とブランド浸透の強化を図りました。また B2B の販路拡大にも注力し、売上高1010億円を目指します。次、お願いします。こちらの通期業績計画の修正前後の比較を示したスライドとなります。次、お願いします。
続きまして、中期経営計画についてご説明いたします。次お願いします。当社は、山田の社会における存在として、パーパスを共に未来を切り開くと制定いたしました。この切り開くは、冒頭に言いました通り、当社が創業以来、経営理念として掲げている切り開く、これを取り入れております。また、2030年企業ビジョンを、世界のものづくりと豊かな暮らしをリードすると制定しました。次お願いします。2030年企業ビジョンの実現に向け、人材マネジメント戦略、DX 戦略、グリーン戦略、物流戦略の4つの戦略と、営業戦略として、顧客密着な戦略、トランスフォーム戦略、デジタル融合戦略の3つの戦略を策定しております。そしてその具現化に向けたプロセスを、3カ年の中期経営計画、プロセスティング山膳2024としてまとめ、2022年5月に公表し、現在各種戦略を推進しております。次お願いします。これらの前者戦略、営業戦略を進めて、さらなる成長を目指すために、この中期経営計画の中で、戦略投資として、アライアンスを含む新規事業への投資200億円、DX システム投資として100億円、物流施設等の設備投資100億円を計画しております。すでに昨年にシステム化投資として基幹システムを刷新し、SAP を導入しまして、情報の一元化及び業務の標準化と集約化を推進しており、また物流設備への投資も進めております。31ページお願いします。このスライドでは重要課題への4つの前者戦略について概要を説明しております。個々の戦略についての詳細な説明は割愛いたしますが、統合報告書の方に記載しておりますので、当社ホームページよりご参照いただければと思います。32ページを見ます。この前者戦略のうち、物流戦略の進捗についてちょっとご説明申し上げます。当社は収益基盤である卸売ビジネス、これをちょっとさらに強化するため、中期経営計画において、物流機能の生産性向上を図っております。具体的には FMS、WMS 等のシステムや自動化設備の導入によりまして、事業部横断で物流資産をシェアし、効率化を進めることで、路線便に頼らない自社配送エリアを拡大させます。主要施策の進捗状況は、ちょっと細かいんですが、スライドに記載の通りです。これによりまして、いわゆる2024年問題への対応、無配送コストの抑制、当日翌日配送エリアの拡大と、エリアの充実した分散在庫適正化による、サービスの向上を実現してまいります。33ページでお願いします。続きまして、企業ビジョンを実現する営業戦略の概要となりますが、こちらの詳細は統合報告書に記載しておりますので、ご参照いただければと思います。次、お願いします。営業戦略のうち一つ、トランスフォーム戦略の施策として、先日サービスを開始した新規事業についてご説明いたします。当社創業以来、地場のものづくり、ひいて日本のものづくりを支え貢献してまいりましたが、さらに将来を見据え、日本の製造業を元気にする、特に中小製造業を元気にすると目的に、この度、新規事業、現場とをスタートさせました。誰でも簡単に使えるデジタルサービスを月額1万円から2万円からのですね、サブスクリプション方式で提供し、中小製造業の生産性向上の貢献、技術や事業承継、新たな販路開拓等のサポートを行います。製造現場にちょうどいいデジタルを標榜し、これをキャッチフレーズとしております。ものづくり企業にとっては、業務課題が解決し、生産性が高まり、新たな顧客との接点が得られ、当社としてはマネタイズを実現するとともに、この現場等を起点としたエコサイクルを確立することを期待しております。ものづくりに70年以上携わってきた山膳だからこそ、現場の課題を現場と一緒に考え、そして現場とともにデジタルで解決する。
という意味合いで、事業名を現場と、命名しました。35ページお願いします。次に中期経営計画3カ年の、これは公表計画。最終年度である2025年3月期は、売上高6000億円、営業利益210億円、営業利益率 3.5%、経常利益は210億円、当期純利益は140億円を目指してまいります。また経営指標として ROE、基礎的営業キャッシュフロー、自己資本比率の目安を設定しております。次お願いいたします。続きまして、株主様関連、資本政策についてご説明いたします。37ページお願いします。この図は当社の中長期的な業価値向上の考え方を表しております。当社は企業価値向上に向けて、すべてのステークホルダーの課題解決を促進する中で、稼ぐ力、収益力を上げて、資本コストを上回る ROE を維持するとともに、資本コスト自体の低減と、キャッシュフローの拡大による、適切な成長投資、及び株主還元のバランスを図り、それをもって企業価値、株主価値の拡大を図ってまいります。はい、次お願いします。まず前提としまして、当社の株主資本コストは 7% 程度と推計しております。資本コストの今維持、低下には、ベースとなる流通ビジネスを、効率的かつ有利な条件で行う前提としてですね、財務健全性の維持は不可欠であると考えておりまして、格付け計画の維持は必要と考えております。その上で成長率、利益水準を加速するためにですね、オーガニックな成長に加えて稼ぐ新たな力を強化する必要がありまして、資本効率性に優れ、既存の流通ビジネスともシナジー効果が認められるビジネスフィールドでの投資を推進していく方針です。この中期経営計画において、最終年度までの基礎的営業キャッシュフローの平均成長率は、コロナ禍前の最高業績だった2019年3月期、これを起点とすると、成長率 3.82% と見込みます。最終年度における ROE 10% の達成により、相応の事業価値向上につながるものと考えております。次お願いします。次にこの当期に実施した資本政策に関わる取り組みとして説明いたします。当社グループではですね、取り組むべき重要課題の一つとして、透明性のあるガバナンス体制の確立を特定しております。この課題解決の重要な取り組みに、政策保有株式の縮減がありまして、当社の取引先との取引関係に与える影響を慎重に見極めながら、相互保有しております株主様を中心に、ずっと対話を進めてまいりました。その過程でですね、2021年の4月と9月の2回にあたりまして、合計552万3800株の自己株式取得と、当社保有の政策保有株式の売却を行いました。そして、今年度2023年12月に、取引先株主の中でも、保有比率の最も高い金融機関に、公平な売却機会を提供するとともにですね、市場価格への影響を緩和すべく、671万1100株の売り出しを実施いたしました。これによりましてですね、金融機関の当社株式の保有はゼロとなりまして、それらは主に、個人株主の皆様へ移動となりました。本売り出しによってですね、固定株の一定量の流動化が促進することができたかな考えております。今後もさらなる株主資本コストの低減を実現してまいりたいと考えています。次お願いします。株主還元方針の変更についてご説明いたします。当社は株主還元方針を連結配当成功約 30% をめどによって定めておりましたが、現中継では事業投資と設備投資による、減価償却費の増加等を盛り込んだ利益計画としておりましたので、投資計画の進捗状況や、短期的収益の下振れにより、株主還元が不十分な水準にとどまる可能性がございました。従いまして、安定的かつ継続的な株主還元を実施することを目的として、還元方針を変更することといたしました。変更後はですね、業績連動利益配分の指標として、
連結配当成功を上げまして 40%。または、安定した利益配分の指標として、自己資本配当率、DOE ですね、3.5% のいずれか高い方の金額としました。さらに、自己株式の取得につきましても、追加的な株主管理で、資本効率向上のため、時期及び財政状況に応じ、これを機動的に実施することとしております。41ページお願いします。当期の株主還元の予定についてご説明いたします。2024年3月期は、これまでの説明の通り、やや減益となる見通しですが、基礎的営業キャッシュローは、予定通りの水準となる想定ですので、先ほどの基本の方針にのっとり、通配当を9円増配し、中間20円、期末29円、年間配当49円を予想しております。この場合の単年度の配当成功は 65% となります。なお、一株当たり配当額予想は過去最高となる。次お願いします。最後にアペンデックスとしまして、よくある質問、ヤマゼンの成長ポテンシャルについて添付しておりますので、ご参照願います。私からの説明は以上となります。ご清聴どうもありがとうございました。